この生姜焼きの何が嬉しいっちゅう。いいっすね、これ餃子もおかわりしましたんで。ということで第2陣、でもこれをちょっとこう大絶賛してくれた、これ正解だと思う。ありがとうございます。久しぶりの1万円企画でございますが、真っ先に最初浮かんだけどもあえて避けてたお店です。今日行くのがこちら、日高屋です。日高屋で1万円来ましたね。この日がね来たけども、俺たちはサイゼリアで学んだ、多分日高屋2人で1万円は無理。そうだね、1万円企画ってそもそも1万円あったらこんぐらいの飲み食いできるよっていうことが一応メインやったので、前に登場してもらった秘書のゆいちゃんも含めて今日は3人で日高屋で1万円あったらどんだけ豪遊伸びできるかっていうのを検証していきたいと思います。とは言っても約1人3500円。いや相当よ。相当相当。そしてゆいちゃんはそんなお酒飲めない。ご飯もそんな食べない。時刻は2時です今。やっていこうか。本当によく来たで。じゃあ日高屋で豪遊伸びしていこうと思います。いきます。さあ来ましたよ。ついにね、ついにちゃんと許可取る系 YouTuber なのちゃんとね会社に連絡して、いや準備中なのにわざわざ2階席を用意していただいた方法の方まで来てくださってるという、ありがたい、大変ありがたい状況でございますけども、もう自由にさせていきますから。僕らもやるだけです。はい、あとは食べるのにするだけで。いや俺過去最高に日高屋って一人で飲んでても3000円いかんかな。いや3杯いかない。とりあえずまあ乾杯から飲みますか。はい。ということでね、タブレットで注文するんやけども、やっぱね居酒屋といったらおつまみ鉄板でございますよ。餃子290円、定食ダブルが810円。料理単品唐揚げとかね、この辺であればあれですけども、この辺のおつまみってくるとね200円台というか、もうなんなら180円あるからね。まあ好きなの食べてよ。トッピング30円、いいね。ドリンクもまあ安いな。安いな。150円。特に関東の人であれば馴染みがあると思うんですけど、全部安いです。日本酒も360円とかなので、うん、とりあえず一発目はどうしますか。まあ、生ビールでいこうか。生2と、ゆいちゃんはソフトドリーかな。うん、コーラ130円、安すぎる。安すぎる。健やかチャーで。ダブルね。一旦ちょっと乾杯から始めていろいろ注文していこうと思います。いただきました。待っている間から乾杯。乾杯やっていきましょう。お疲れ様でね。うまい。うまいね。うまい。いいお昼下がり。そうなの。背徳感はある。いやー、1万か。どんな未来が見えるかがわかんないけども。そうだね。蓋開けてみないとわかんないね。そうだね。いや、にしてもうめえな。おいしい。ここからいろいろ注文していきたいと思います。これすごいね。1万円っていう予算ってこう、全く気にせず何でも連打できる。おやすみくらい。そう。っていうのを今ね、押してってすごい思った。すごい入れてんじゃん。6品ぐらいできるでしょ。はい。じゃあ注文しました。待ちましょう。いくらですか。今でも3350円になるんだ、うんうん、それなりのちゃんと量あるやつを頼んでるから残り6000がどうなっていくかっていうところは、これサイゼの時も他の時も3000ごとに壁があったじゃん。まあ待ちましょう。鍛えてきたからね。早え。一瞬でした。中華早え、マジで。いろいろ頼んだんですけど、待ちましょう。こちらこれね、いいですね。まずこっちが3点盛りでございますけども、これね、俺一人飲みするときにめっちゃ重宝するんよね。メンマ、キムチで、これあの焼き鳥の串ないバージョンというかだけど、こいつ本当に当てにねぴったりなのよ。これなんと値段がね370円というわけわかんない安さ、すごい。もう一つはこっち、シンプル生姜焼きです。これ単品で頼みましたけども、これもなかなかのボリュームです。これね、まだ1000円やからね、約。ほんでそんなこと言ってたら向こう来ました。山盛りだね。これが570円。本当やったらこれを多分定食で食べることが多いと思うけども、少しっかりした量でございますが、まあ、今こんな感じです。いいね。結構なボリュームだけど、まあ食べていこうか。うん、レバーニラあたりからいくか。結構ボリューム山盛りだね。山盛りだね。4人前ぐらいはあるんじゃない、このおつまみとしては。そうだね、定食として食べるならね。そうそうそう、あれだけど、そうそうそう、定食としてでも多いか、ね、いやいいっすねこれ。いただきます。いただきます。うまいわ。もやしシャキシャキ、うん、まっ。本当にこのために朝からご飯抜いてた、うん、昨日も俺ら撮影したけど、9時ぐらいから整えていこうっつって、このためにあれから食べてない。あれも食べてない。俺今日トカチャしか飲んでない。ニンニク効いてて美味しいわ。うん、早いね。ちょっと待って、もう一口ちょっと。これ生姜焼きとかなんだ。生姜焼きの何が嬉しい、ちょっとこのマカロニサラダがついてるあたりで。ほんとだ。おつまみで頼むときってさ、生姜とかの単品あんまいかんから、こんなにあったっけ。いや、でかいなこれも。生姜焼き、マカロニ、千切りキャベツでもこれも3点盛りみたいなもんだから。いや、そうよ。で、このキャベツがまた生姜の旨味を吸ってさ、生姜焼きもいただかせていただきます。うん、結構豚でかっ。うまいな。生姜が強すぎんくて、ちょっとこの甘ビタリな感じ、は
早いよ。待ちわびております。いけるかも。なんか言い出すよね、突然。いけるかも。いやでもね、本当にやっぱ全部美味しい。冗談だけで企業努力がすごいなと思うから、俺はもう一回ビールにしようかな。ビール。ね、ハビール350円ってものすごいけどね。ハイボールにしようかな。安いな。ハイボール普通330円やけど、ダブル300円でできるんだよ。とんでもないことなんだ。とんでもないことかもしれないですよ。実質2杯分ぐらいやからね。そうだよ、ね。じゃあまあそれでいこう。お会いしましょう。ハイボール。俺はまだビール。いただきます。スキッパラってのもあるけどさ、めっちゃうまいな。ちょっと他も行ってみるか。サンテモリあんま食べたことない？ないな俺。あ、マジで？ここ一番サクッと飲み食いしたいときにおすすめを。500円ぐらいしててもいいと思う量やねんけどね。300円台やからね。これがね、いいんですよ。このヤギ鳥の頭っつったらいいのかな。そうだね。デカめにちょっと取っちゃいましたが。いただきます。うん。甘い。味付け。ちょっと甘い感じ。うん。うまい。もうちょっとスパイシーにしたかったら、このブラックペッパーとかがね、拡張なので、これやってもらってもいいと思うけど、結構甘めの味付けで、うまいのよ。米行きたくなるな、これも。めっちゃわかる。でも米行ったらもうちょっと、ね、話変わってきちゃう。米行くのはね、多分金額8000円台ぐらい。今まだ我々3人で3000円台ぐらい。追加で頼んだったらまあ、そんなもん、ね、そんなもんやと思うので、もうちょっと様子見てる感じで。そうしましょう。今までね、追加で注文したので紹介します、こちら。という感じで、3つ頼みました。まずこれがね、日高屋って言ったらもう餃子。これがね、6杯で290円。よくわかんないけど、もう異常に安い。しかも1個ちっちゃくもないしね。で、もう1個これ。こっちがね、チーズ巻き。3本で290円。そして、粗挽きウインナー。こちら300円。これはね、頼んだことないと思う。今日こういう何でも飲み食いできるという状況やったらちょっと頼んでみたけど、そういう風にね、みんなこう合流するぞっていう体で来てもらったら、いろんなのまた頼めるからいいんじゃないかなと思うけど、次この辺を食べていこうかなと思います。何行こうか。餃子じゃないか。まあ餃子か。あなたは何？あなたは何？醤油です。いいだわ。醤油と酢と胡椒とラー油。全部オーソドックスなやつだ。珍しいね、この感じでラー油あるっていう。ガバヤラー油。このもん同じぐらいください。はい。酢、醤油、ラー油は俺聞くけど、これにブラックペッパーってなんかあんまり聞いたことないパターンなんやけど。一番ジャンキーなんか一番ジャンキーこんな感じ。新しいね。じゃあこれちょっといきますか。いただきます。持ってます。うん、うん、いやこれマジで初めて食べた時で、餃子こんなに安いのにこんなにちゃんとデザインやって感動したもん。これも効いてるね、ニンニクが。これ関西にない、あ、じゃあできたのかな。関西人はすごい居酒屋東京にあるの羨ましいっていうのが多かったんやけど、確かに軌道だろ。そうだから俺もなんか餃子で知らなくてびっくりした。あ、うわあ、どっちも合うな、どっちも合うな。意外になんかいけそうな気してきた。お酒が進むね。うん、ちょっとジャンキーダレ、ジャンキーダレ食べてください。食べない変わります。絶対美味しいよ。まあ別に青あんこのないだよね、パンチが増すから美味しいよ絶対に。うん、でも定番のタレにちょっとパンチが増す感じなのか。うん、ジャンキー。あ、でも辛いかも。いただきます。うん、どっちもうまい。やっぱちゃうの、ブラックペッパー。違う、だいぶ違うね。もう別の食べ物ぐらい違う。え、そんなに。うん、いや、おいしいよ。より酒が進むな、これ。この味ですよね。うん、うん、おー、なるほど。はい、もう別物だね。確かに、ご飯の時もいいけど、これお酒飲む時にめっちゃいいかも。より酒進むのはこっちかも。なんでお酒飲まないの。確かに、デフォルコレにブラックペッパー入れるって発想もなかったけど、確かに全然ありかな。米炊き込む時でもいいよね。山盛りの白米が食べれそうだね、この餃子は。ぜひ皆さんもよかったら、やってる人どこかいいのかな。俺も私もやってるって人いたらちょっとコメント欲しいけど、うん、じゃあ俺もちょっとお借りします。頼みました。私はレモンサワーにして、龍がホッピー調査大半分以上ですね。まあいい誤差というか、入れさせてもらいますわね。でもすごいよね、本当に安いのにさ、手に1本ケチってないというか。4ぐらいいけるかな。パパは何としとっていいか。ああ、酸味が効いております。ほい、ちょっと他も行ってみるか。そうね、せっかくだからね。ね、ちょっとこのチーズ巻きも。そうだった。そうなの、俺1人前の量なんや、全部さっきから。一皿3人前ぐらいの量で来てるけど、一人飲みなんて優しいお店でしょ。いただきます。いただきます。あ、うん、うまっ。うまっ。
ちょっと分かりづらいんやけど、中にやっぱそのチーズが入ってるから外めっちゃザクってくるけど、中すごいとろけていく感じだろ。これうまいんぼよ。これマストかもしれない。これあのチーズ巻きのすごいの本当食感の振り幅がすごくて、うん、マジ外ザクザクでサクサクなんやけど、中とろっとしてるから無限にパンパン食べれるぐらいの味も濃いとかでもないし、当てにすごいぴったり、うん、もうお酒飲まへん人でも味がめっちゃ濃いとかでもないからおすすめの、子供とかも好きじゃん。お子さん絶対好きだと思う。これなんでこれね、ぜひ楽しいって、初めて食べた、美味しいわ、うまいのよ。でもこれは俺初めて、ソーセージ、これはもうオーソドックスな感じじゃないかなとは思ってますけど、粗挽きが好きです。はい、いただきます。いただきます。うん、もうみんなが想像する王道に安定と安心感のある、うん、あのソーセージ美味しいな。うまい。めっちゃ今、パン欲しそうになった。挟みながら。全然美味しい、これは。肉肉しい。うん、バラダビキだからか。うまいな。ただうまい。うん。うわぁ。びっくりよね。まず2時台やで。こんだけ酒勝ち込んできてますけど。外が明るいもんね。そうなんや、そう。今のところちなみにもこれで俺たちはおかわりもして4790円。安い、3人だと。確かにね、1人1600円。え、確かにそうかで、やばいな。ゆいちゃんが仮にお酒飲んでても、この時点で多分1人2000円ぐらいだから、仮に飲んでるんだけど、そう、まあ、やっぱすごいっすね。でもね、せっかくだからいろいろ堪能していこう。いろいろ堪能していこう。メンマとかはもうキムチに関してはもう本当にこの安定感のある味わいなので、これでもいいけど、これと一緒に食べたりするものもおすすめ。もうなんかアンバサダーだろうからな。もうこれ美味しい、辛さがちょうどいい、俺でも大丈夫です。美味しいな、このキムチ。ちょっと一旦第一戦終わったけども、追加で頼もう。ゆうちゃんがやってたあの餃子のタレうまかった。あれうまいな。ちょっと餃子をお借りしたい。違う扉開いたかもしれない。そう、開いた開いた。ブラックペッパー入られるこんな変わるんやっていうね。スゴショーは餃子の良さをより引き立てる感じの意味の、ね、で、ゆいちゃんのやつはちょっとそこにプラス味が加わるから本来の味とちょっとずれるんやけど、でもなんかそこにちょっとジャンキーさも乗っかって先ほど見しようやみたいな感じ。できれば2つのタレを作って両方全然味わい変わるから食べ比べしてほしいなって感じではある、ね、いやでもゆいちゃんがこれ教えられる嬉しいけど、なんかちょっとこう悔しさもある。まあ次なんか頼もうよ。そうしよう。ということで第2陣いろいろ頼みましたが、これはもう俺ねよく頼みます。ネギチャーシューです。チャーシューもあれないけどネギでも飲めるというね、もう一石二鳥の一品なんですけど、あとこれが大物腰の唐揚げと明太子のポテトサラダ、なんと180円。180円、ほぼただこれはね。俺もまだ食べたことなかったんやけども、ドラゴンチキンというちょっと辛い唐揚げみたいな感じなのかな。だからおつまみの方やったら300円っていうのもあるんやけど、定食とかのやつの単品バージョンなんで、これが600円っていう感じで、まだ安いですね。全部含めてやっと今6400円ぐらい。まだそこか。やっと今1人2000ぐらいにいった感じだね。じゃあまあ食べてみますか。これ食べてみようかな。どうなんだろう、リュウは無理かな。最近克服しつつあるんで。克服しつつあるから。へえ、うん、じゃあいただきます。厚さの方が怖いな。うん、うん、うまっ、うまっ、うまかや、うまい。そんなに辛くないかも。うん、お子さんも平気。うわーってなった感じじゃないと思う。うんうん、うまっ。あ、やばい。でもスパイシーさはあるけど、タレがね、やっぱ全体的に甘めやから、 そっちがこう、いい感じでこう包んでくれるというか。なくなってしまうか。じゃあ、まあ、次行きますか。まあ、あなたホッピーでしょ。そうだね、なんか。じゃあ、お借りしました。我はね、生ビールということで、リュウはホッピーの中でこういう感じで、ホッピーって俺あんまり居酒屋飲んだことないわ。いつも生行っちゃう。こんな方が行くのによ。まあでもやっぱ最初と同じぐらい、6割ぐらい、うん、ってことはやっぱ順当にいくと4杯かな。まあそうやね、4杯3杯分ぐらいの濃いめの4か薄めの3かみたいな。次これを当てにいってみますか。トウモロコシの頼んだことある？これはね、俺もないのよ。初でもシンプルうまそうやなと思って、うん、いいね、うまいやろな。いただきます。いただきます。うん、これすごい、トウモロコシがすごい。思った以上にトウモロコシいた。うん。うまっ。なんか種山さんもこのトウモロコシの甘さが際立つから、これも家族で食ってもいいね。そう、なんか計らずもお子さんいけるぞ。いけるゾーンになってるよね、今のところ。これ美味しいな。みーちゃんも後で食べて。うん、美味しい。美味しいわ。
普通に飲んでたらここで多分ストップするやつやね。うん、そうね。量的なのものもの含めて、まあ、でも7000ぐらいですけど、今多分ちょうどいい塩梅で多分この辺の本当は、うん。他にもテーブルにもあるし、さっき紹介できてなかったんやけども、餃子もお代わりしましたんで、ゆいちゃんのハマっちゃって、ゆいちゃんのあのタレにハマっちゃって、まあだから4人で1万円ぐらいがちょうどいいかもしれない、ね。なるほど、確かに。日高屋ってすごいねって多分なる着地点やと思うけど、まあまあでもね、せっかくなんでじゃあ他も食べてみようかね。うん、こんだけネギチャーシュー、ネギがあったらさ、これ餃子と一緒に食べるのとかもいい、いいね、良さそうよね。まあラー油とかちょっと垂らして、その辺のアレンジとかは各々に任せるけど、やってもいいかも。ネギすごいね。おい、いただきます。半分ぐらいでしょ。ネギがシャキシャキ。序盤にやってもいいね。うん。でも全体的にちょっとタレは甘めやから、それをからしとかでね、アクセントつけるのが。からしもついてる。うん。うん、ああ、濃いね。いいことだからね。ね、来ましたね、ちょっとだけ。ビールの炭酸も来てるんじゃないか。うん、それはね、あの一枚やったらこんだけ飲みできるよっていうのが今回紹介の趣旨なので。そうだね。はい、お知らせをしたい。はい、今回、取捨選択はもう任せますから。これ食べてみようかな、じゃあ。明太子って、すんごいけどね、動画越しで伝わるのかな、このピンクさ。すごい、明太子が。結構入ってそうな色してるよ、ね。入ってそうな色してる。いきます。うんうんうん、いろいろクリーミーやけど後味に明太子が抜ける感じかな。でもこのコーンですごいな、なんか一人飲みとかで来るにも適してるけど、このポテサラとかもさ、なんかお子さんの方来てもいやこれ味が濃すぎてとかなくて好きって言いそうな味のものも一定数あるから、家族利用とかでも本当に向いてるんじゃないかなって今いろいろ食べてみて思った。連れてきやすいよね。うん、しかもね、唐揚げとか春巻きとかお子さんが喜ぶやん、伝わっていいなと思ったけど、3000か、残り 2,3000 ぐらいになった時に、どこのチェーン店もそうなんやけど、本当に全てのお店って企業努力すごいなってなってくる、あれってなってくるから、まあでもまたね、食べ飲みできるんで、いきます。餃子もいただこうかな。これでもね、ネギチャーシューと一緒に食べてもめっちゃ合うと思うけどな、こういうアレンジ。でも日高屋アレンジってあるよね、多分好きな人。じゃあいただきます。正解なんじゃないか、それが。これ正解だと思うの。間の使い方すごいな。いや俺正解やね、これか、これだったか。ネギすごいシャキシャキしてるやん、うん、食感いいよね。これがむっちゃいいアクセントになってる。いやもうなんかもう語るんでいいかも。かごり出した思いつきで適当に言ったけど。適当に言ったんかい。いや別に適当って今まで食べてきた経験上合うだろうと思ったけど、いざやったらすごい合うで。いや多分ネギチャーシューだけでいくとちょっと多分ネギ余っちゃう人いると思うの。やっときにこれをみたいな進め方。でもねネギいっぱいの方がいい。あもうそう。これちょっとつけるんですよ。ちょっとね。もうちょっとつけてみます。もうちょっとね。もうガッって言ってほしい。こういう親戚いるよ。こういうおじさん、おすすめおじさん、おすすめおじさん、おすすめおじさんいるよね、親戚に。いただいてます。すすめなくなるね、これ。これめちゃくちゃ美味しいんやけど。おじさん、これだよ。おじさんのすすめ、これ正しいやろ。これ一番うまい。これネギめっちゃいい仕事するよね。ネギだな。うん、一番美味しいかもしれない。日高屋さんのこの餃子ってむちゃくちゃ強すぎるとかではないのよ。だからそのタレとかつけても美味しいとはあるんやけど、これにこのネギチャーシューを一緒に加えた時にすごくない？完成しました。ダブル餃子定食頼んだ人もしいたら、これネギチャーシューあてとカスタマイズでいってほしい。いやかましかったかもしれないけど、これ楽しかったでしょ。これ正解なんで、めっちゃ美味しい。めっちゃうまいよこれ。食感が生きるね、ネギの。そう、日高屋さんのこのネギがすごいね。このネギが美味しいからね。シナシナしてない感じが、これだな。うん、確実にこれでした。俺今日来た回あった。ちょっとおかわりするわ、これ。これね、正解だ。めっちゃうまいやろ。これうまい。これ本当美味しい。ぜひやってみてください。タレは酢ごしょうよりも多分さっきの全て混ぜたやつの方がおすすめです。さあ、カットしてください。いや、ちょっともう一回くぐらせてもらっていいか。いいか。ちょっとくぐらせて、ちょっとくぐらせて。おすすめおじさん。そう、そうです、そうです、そうです。いただきます。うまいわ。これうまいと思うけどな。うん、美味しいよね。うまい。じゃあお借りしました。私緑杯にしました。これはもう相変わらずホッピーで、これで終わりかな。あのホッピーはうまそうやね。ちょうどじゃない、一番いい塩梅だね。ういっす。こ
濃い。日高屋さんなんかそうそうね、感動してますけど、まだあるので。これどれぐらい代？今7650。次第3陣ぐらいで終わりちゃおうかな。そうだ、まあ次また頼もうかな。はい、第3陣頼みました。こちら意外にちょっとこう余力があったので麺と飯というこのタイムならいいでしょう、この時間ならば、俺はね、いつも日高焼きから頼むのよ。このチャーハンにトッピングでね、秘伝の辛味噌があって、これを一緒につけて食べるのが好きなんですよ。これしかも30円ですからね。一番よく食べるやつを頼みました。で、リュウが野菜たっぷりのタンメン。一番よく食べるやつ。まだ言うて一枚言ってないんやけど。なんとかなるでしょう。はい。まあ、これで食べていこうかなという。じゃあ先食べるから、まず。いただきます。結構でもボリュームやな。いらっしゃる。食べたことないの、野菜。マジで俺絶対にこれなんだけど。いつもチャーハンいっちゃうから。これが美味しいんだよ。いただきます。変わらぬ味、うん、うん、これ一回食ってもらえる。これ何味なの？塩ベースのさっぱりしてるんだけど、これがうまいんだな。塩とりがらみたいな感じかな。なるほど。うまいのもさけど、酒飲んだ後にめっちゃいいな、これ。そうだ、締めにもいいよね。うん、うまっ。さっきランキングみたいなのなかった？2位とかだった気がするんだよね。1位餃子、2位野菜たっぷりタンメン、カフェがニラレバ炒めらしい。あ、でもうまい、うまい、うまい。美味しいよね、よかったよかった。確かに、ちょっとさっぱりもすっと。まあ、なんか胡椒足したり。確かに。俺ももっぱらチャーハンだわ。どうして辛くするんですか？なくても美味しいけどね。でもこれをちょっとこう、つけて。ピングのね。そう。美味しいでしょ。すごいかけるじゃん。いや、うまい、うまいの。違うね。うん、これの味なんだね。よく食べる。いろいろ食べた時は半チャーハン頼むことが多いけど、今日すごい。ああ、実はゆいちゃんそんなにお酒飲んでるわけでもなく、そんなにめちゃくちゃちゃ食べたかっつったらそんな食べてない方なはずだけど、意外にフィナーレいけそうな感じだって。そうだ、なんか今までの訓練が。いや、そうなんよ。でも言うてそれは量あったんやけどな。うん、これ食べた後に同じことが言えるかどうかな。それはもう、ちなみにこれ1点もまだあるからね。1200円ぐらいあるので、もう1定食いけるから。普段の1人前ぐらいの金額が残ってるので、ね。今飲み消していきましょう。そうしよう。いきます。開けます、ホッピーは。いやー、結構飲み食いしたよ。次頼んで、まあそれでラストですね。はい。ラスト食べます。ラスト。いただきます。いただきます。原点回帰。ただまあちょっとね、頼みましたので、ええ、それを当てに最後終わりましょう。そうしましょう。ということでラストです。まずこれが最後ぐらいやってもいいんじゃないかなと。そら豆です。そしてみんなが初めて食ったけど大絶賛してくれたチーズ巻き、これで終わります。そしてお会計最後に言いますので、じゃあそら豆ね、いただきます。よっしょ。ホクホクだ。いただきます。うん、うまっ。こんだけ入ってこれ220円やもんね。めっちゃ入ってるよね。すごいよ。いいね。大絶賛だったチーズ巻きね。いきますか。ゆいちゃんも大絶賛だもんね。ハニークリームコロッケみたいな中身で美味しかった。中身がトロトロでね。そう、トロトロで。あ。熱いよね。それはね。これ僕か。こんな感じのほぐれうまさ。学ばない。あとは残ってるの食べ飲みして終わりますか。はい。中抱えるんじゃないの。ということでラスト1万円企画これにて終了。確かに完走しました。いただきます。ごちそうさまでした。マジでよく飲んでよく食べた。明日ご飯いらない。やっぱりあの最後の2000円あたりから来ますね。お会計して出ます。プシャ行ってきました。9990円。完璧。いやもうほぼ1万。今回あのゆいちゃんはねそんなお酒飲めないので、あんまりその飲み食いしてません。なので俺とりゅうがそれぞれ4000円分ぐらい飲み食いした感じだと思うけど、まあ、あんだけ飲み食いできるっていうのを味わってもらえたらいいんじゃないかなと。そして真似してみてほしい。これはね4人だね。4人だね。そうだね。3人で日高いというか、最後何食うかにもよるけど、締めに麺とかあの飯行くと一気に来ます。うん、やっぱもう関東大
会社の人であればね、酒飲みであれば、みんな御用達のあの日高屋さんですけど、分かってたけど安くてうまかった。なんでこれちょっと参考に白瀬選択してもらいつつ、ぜひよかったら1万円企画みんなも真似してみてください。大変大満足でございます。以上、直徳でした。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。直高酒場、最高のビールが飲めるお店をついに始めました。樽ガス圧サーバーグラスを徹底管理して最高品質のビールが飲めるお店になってます。場所は西荻窪です。こちらもよければぜひ来てみてください。次の動画もよろしくお願いします。